皆さんお久しぶりです。まあちょっと YouTube をストップして約1年ぐらいになるんですけど、ちょっとやる時間がなかったんですけど、まあずっとやりたいとは思ってて、でまあ今すごいテニスも流行ってきて、いろんな YouTuber の人がテニスの動画上げたりしてて、まあまたちょっと僕も始めたいなと思って、再開をしたいと思います。まあ僕はやっぱり、まあ、せっかくこうやって海外回ってるし、まあ自分のランキングもやっぱり今出れる大会もすごい上のレベルの大会に出れてるから、できればその大会の様子とか、もちろん他の選手は映せないかもしれないけど、でもどういう会場とか、まあ雰囲気だったりっていうのを撮れると思うし、ファンの人たちのなんか気になったことを質問してもらえれば、それに答えていきたいとも思ってるし、なんか遠征中の生活の様子とか見せれるものをこのファンの人たちに、あの YouTube っていうツールを通じて見せていきたいなっていう気持ちがある。勝てそうになった時に、なんかちょっと引いてしまったりとか、負けてる時って向かっていけるから、あの思いっきりプレイできるっていうことが多いけど、勝ってる時はポイントを失いたくないから、ちょっと引いて相手にミスしてもらおうとかっていう気持ちが出た時に、やっぱり上の選手に勝てなかったりっていうことがあって、逆にインディアンウェルズみたいな良かった大会では、上の選手とやった時に、いやもうここ攻めていかないと勝てないと思って、もうちょっとでもチャンス作るために攻めていって攻めていってリスクを取ってプレーをしていたのが良くなってっていうのがあって、悪い時はそうやって引いてしまう部分があったから、その辺はやっぱり上の人とやるにあたってはなくしていかないと勝っていくのは難しいかなと思うから、その辺は結構今後このアメリカシーズンも自分の中では気をつけていきたいなっていう思う部分かな。もちろんなんか今年のっていうのもあるんやけど、どっちかっていうと今、前節終わってから僕たちの中ではこの1年間のオリンピックイヤーっていうのがあるから、もちろん今年の目標は50切って40位台入っていきたいっていう気持ちが強いし、あるけど、もちろんそれもあるけど、やっぱり来年のオリンピックで出場できるランキングになれるように、この、来年の5月までは、そっちをどっちかというと気持ち的にメインで今思ってるかな。各国マックス 4人まで出れて、ランキング順で上から選んでいって、必然的に強いフランスとかスペインとかは強い選手が多いから、上から4人になった時点でもう下の人は出れないから、そこからはまた下がっていってっていうのでなるから、だいたい70位か80位ぐらいっていうのが目処になってる。リオみたいな時は上の選手が全く出なかったから100何位とかまで落ちたけど、多分日本はそこまで落ちないかなとも思うけど、まあでも、まあ、確実にいるにはもう今のランキング、もしくはもっと上にいれば確実かな。なんかテニス選手にとってオリンピックがすごい最重要かって言われると、まあやっぱり僕からしてもグランドスラムが一番の重要な大会っていうのはあるんやけど、でもやっぱり日本人にとってオリンピックってすごい大きいもので、オリンピアンっていう肩書きがすごいでかいと思ってて、この国の中で、でプラス現役選手中に自分の国で開催なんて絶対ないから、やっぱここはちょっと外せない部分なんで、来年の東京に関しては絶対狙いたいなとは思ってる。